届け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 。はい、どうも小橋です。ですね、チャレンジが始まりましたね。鶴屋ゴルフコラボっていうところでね、鶴っぴーのね帽子とかが虹をね増やすことができるっていうところだったんですけどね。まあ、18番、まあ、今回帽子とね、これはアクセなんですかね、に限ってっていうところなんですけど、今回ね、ジャストインパクト率が 60% 以上っていうのがね、結構でかいなっていうふうに思いますね。要は、パー5なんでイーグル取るためには3打打つんですけど、3打中1打ミスしてもっていうふうにね、判断できるんでね。でね、このね、いつもね、小橋ね、1個下げて、これがもうちょっと横風だったらね、いつも315ヤードで打ってんですけど、ちょっとこれだと足りないかな。ちょっとやってみようかな、試しに。もしかしたら、ラフっちゃうかも。あ、ここで早速ミス。あ、拍手なった。もうちょっとね、真横の風だったらね、結構平らなところ行くんですよ。一回の失敗をね、もう使っちゃったから、こっからジャストインをね、失敗できませんね。で、7ヤードとかの風で真横だとね、結構向こう側に行きますね。右にね。なので、結構左にずらしていきます。まあ、どうでしょうね。ウェアで、雨対策してもいいかもしんないですしね。で、まあ、やっぱジャストチャレンジのね、ジャストチャレンジのギア。まあ、アルさんとかね、まあ、小橋が持ってるね、このキングダムとかが、やっぱギアでは有効ですよね。こうやって、飛距離残してもね、パットの距離残してもね、勝てますからね、1800以上ね。よしよしよし。はい。割と勝てるんですよね。そう、だからまあ、ツルッピーの帽子ね、余裕ある方はね、99までね、上げてもね、いいかなっていうふうに思ったり思わなかったりっていう感じですけどね。さあ、来い。まあ、コツコツ時間がある限りやっていこうかなっていう風に思っております。はい、でですね、前回ね、いろんなセットでラントナーを試していきたいっていう風にね、ちょっと予告したんですけどね、まあ、小橋の場合ね、ごめんなさい、もうね、ほぼほぼルネツ一択になっちゃったので、ちょっとルネツで一旦プレイしますね。要はね、最終ホールホールインワン取れるギアはなんじゃっていうところをね、考えていきましょうっていうところでね。あ、そうそう。で、ルネツなんですけど、で、今ね、もうルネツでとにかくスピンチをマックスに上げた、ウェアでやっております。まあ、このね、インペリアル超スピンであったりとか、まあ、スピンの心得であったりとかね。カスタムでね、カスタムで、ヴィンテージのね、ヴィンテージについてるね、スリング超スピンをね、特大までつけてますね。はい。ヴィンテージのボール。これのカスタムがね。はい。スリング超スピンですね。と、あとは、まあ、詳しいね、ちょっとね、パワーも上げたくて、ヴィンテージの方を選んだんですけど、なんだったっけな、コバルト。そう、コバルトの、
スリング超 SS っていうのも結構有効ですね。スピン、サイドスピンが150アップっていうところでね。うん。これもまあおすすめかなっていうふうに思います。さあ、まだまだカスタムとかでね、いろいろスピン値を上げてやっていきましょう。さあ、では。やっていこうかなと思いますけどね。誰もいないよー。いたいたいた。ね、その代わり新年豪快とかもほんと全部取り外したんでね、なかなかね攻めづらいっちゃ攻めづらいんですけどねで、一ホール目、これも皆さんね、だいぶご存知になると思ってると思うんですけど、持っているクラブであったり、ギアであったりとか、あとは番手で、ブレが全然違うんでね、このね、この傾斜による、この傾斜によるブレですね。はい。最初、右の方に傾いているっていう傾斜のブレがね、番手によっても全然違うので、もう自分のスキルで確かめていく。に限りますね。はい。どうでしょう。うん。うん。なるほど。って言ってね、実はまだ10回ぐらいしかやってなくてね、全然ね、いいスコア出してないんですけどね。まぁ、ちょっとね、ごめんなさい、小橋ね。超デカはね、超デカはなんかね、モチベが上がんなくてね、いつも。ね。まぁ、今回全部超デカではないんですけど、ここですね。よいしょ。はぁ、手前か、難しいな。さあどうだ。さあどうだ。ああ、ちょっとずれてるか。ああ。惜しいですね。さあ最終ホール、手前来い、手前来い、手前来て、果たして、あ、ここは小橋のピンチで 99% だと届かないところだった気がする。さあ行きましょう。 99% やないかい。届け手前ピンじゃないとね、小橋のスピーチは届かなくてね、こうなりますがお、入った、素晴らしいですね。まあなんとかマイナス7だけは3回揃えるようにするつもりではいます。はい。
っていう感じですね。さあ、まあ、これね、手前の方だとね、届くんで、まあそこが一番狙い目かなっていう風に思ってやっております。皆さんはどうでしょうかね。で、じゃあ他になんか届くのあるかなって言って、コマシーのね、ちょっとごめんなさい、ギアだとね、もうね、あとね、可能性があるのが、メタリックのボールなんですよね。なのでメタリックと、まあ、ちょっとキングダムとかにして、スピンチが大、このままで届くのかどうかっていうところでね、やっていこうと思うんですけど、メタリックのスピンチ上げてないか、もうちょい上げるか、ちょっと上げときます。はい、上げ切りました。そっか、ちょスリング超スピンもついてないから、こんなんで届くのかっていう話になっちゃうんですけど、まあまあまあ、ちょっとやっていきましょうかね。どうなんでしょうかね。なんか他にいい方法ないかなーって思ったり思わなかったりなんですけどね。さあ、なかなか、金曜日の夜の今8時台、結構人が多くても良さそうな、いや花金か、3連休前の花金か。小橋は明日も仕事、日曜休み、月曜日も仕事ですけど、運動会を終えた息子が明日から3回お休みっていう風に、幼稚園3回お休みっていう風に喜んでましたけどね。羨ましかですね。やばいなこれ、跳ねるよな。めっちゃ跳ねそう。跳ねずに入んないかな、スコンと。惜しい。右ブレなのか左ブレなのか全然わかんないですけど、なんかついてないかな、ジャストパッドがついてた、ラッキー。ちっちゃ。さあさあさあ、メタリックのボールだけでどこまで攻めれるか。さあ行きましょう。さあここでね、祝砲を使わないといけないからね。ちょっとまあ、ざっくりブレを確認しながら。めっちゃ右だったのか。なるほど。さあ、ボールだけでスピンチは上げ切ってはいないけど、メタリックのボールだけで、まあもしくはね、そこにね、スピンチの高いクラブとかをね、つけてもいいかもしれないですよね。さあ、そんな状態でメタリックがどうなるのか、これか。超ランニング。まあ、反発。たくさんするんでね。お、手前だ。いや、落としどころがわかんないな、これ。しかも、有風だもんな。落としどころわかんないね、これね。バイーンって結構いっちゃったらね。しかも、右ブレてるからな。ちょっとバイーンって、どんな感じなのか。あー、ジャストに失敗、もう。あれ拍手がなんない。
バイーンってもしかして嫌な予感がする。バイーン。そっち。そっち。ああ、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 ボールコンディション良くなるもんがあった。こんなところに。狙え。はい、入っちゃえ、入っちゃえ、入っちゃえ。よし。なんだかんだこの方法が一番ポイント高かったり。ひど。ちょっとあれっすね、練習コースで確かめてみましょうかね。はい、あのマイナス7一回だけ取ってるんでね、まあもちろんルネに持ち替えてですけど、マイナス7、3回でも今回小橋は打ち止め MGC とチャレンジの方に行こうかなって思ってるんですけどね。まあ、メタリックのボールだけで、本来はどうなるのかっていうところをね、ちょっとね。まあまあまあ。間違いなく、超低反発でね、進んでいく、ルネ2の方がね、ホールインワンは取りやすいんでね、押すんですけどね。さあ、練習コース風がないんでね、そこの計算は入れないんですけど、あーちょっと右ブレ、拍手はまた鳴らない。ここだとまたバンカーに行っちゃう、行っちゃう。はーい、時を戻そう。あれ、ちょっと待って。スタミナドリンクが。あ、ここじゃ。どこ？もっとない、ここら辺？左ブレで、あ、拍手鳴った、バイーン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 、これ無理かな。あ、まあでも超スピン、あー、いけないこともないのか。どっかに合わせれば。穴でかいしっていうことだよね。まあ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 、可能性がゼロじゃないっていうのは分かりましたが、皆さんはどうやってここをホールインワン取りますかね。まあいろいろね、まあ超ランニング系のギアをいろいろ確かめてみてはいかがでしょうかっていうところで。よろしいですかね。はい。残りね、週末しかありませんけど、まあ、ラントナ。まあ、そして MGC ね。そしてチャレンジも出ましたね。お忙しいですけど、頑張っていきましょう。以上、小橋でした。バーイ。